はい、オルガンライフです。今日、ペルー土産の、このハービー、マテ茶ですね。これもらいましたね。マテドコカっていうのかな？マテデコカ。読み方わかんないですね。まあ、お土産として、日本に持ってこれたということは、まあ、変なものは入ってないというか、日本で悪いと言われるもの、それは入ってないはずですよね。まあ、それと飲んだところで別に、なんか、体が変になったとか、なんか、ハイな気分になったみたいな、そういうのはないですからね。まあ、ただ、温まりましたね。これどんな味か。うん。うわ、美味しいみたいな。残念ながらそれはないですね。まあ、なんか、ハーブティーの香りのあまりないものみたいな。そんな感じですね。まあ、ハーブティー。なんか、感動する美味しさというより、まあ、後から来るほのかな香りみたいなもの。そういうものを楽しむ感じですからね。まあ、それに近いですね。まあ、あと味もそんなに刺激はなくて、安全そうな感じですね。まあ、マテドコカって書いてるから、コカの葉かな。それが多少入ってるはずですけどね。まあ、コカの葉って、まあ、大量に集めると、麻薬の原料になるとかって言われてるんだけど、相当な量かもしれないですね。まあ、あと現地の人が噛んでるぐらいだから、まあ、軽く摂取するぐらいだったら、まあ、そんなに悪い影響はないものなのかなって。そんな感じに思いますね。期待はしなかったけど、まあ、普通のお茶です。普通のハーブティーみたいなお茶ですね。お土産でもらった人、もう日本に持ち込めたということだから、まあそんなにおかしいものじゃない。まあその時点で疑わずに飲んでみてください。ということで、バイバイ。